採用研究開発機構の本出光作と言います。どうぞよろしくお願いします。今日データ同化のワークショップということなんですけども、僕はですね、ちょっと簡単に自己紹介しますと、本業はデータ同化ではなくてですね、熱帯気候変動研究ということをやっておりまして、具体的にはですね、言ったらですね、西太平洋ですとかインド洋ですとか、そういった海域に浮かぶ、いろんな島々ですね、そういったところに出かけていって、ゾンデを上げるですとか、レーダーを回してみるとか、そういう気象観測の実施が、僕の本業です。で、こういった写真もですね、実際に僕の仕事現場に行って撮ってきたような写真なんですけども、で一体その仕事現場をちょっと見ていただきたいんですが、そういったこんなところなんですね。で、これ隣に写ってるのは現地の人じゃなくて、モレキとしたジャムステックの研究員の方、僕の先輩なんですけども、これウォレアイという島ですね、西太平洋に浮かぶ小さな島なんですけども、これウォレアイというところではですね、これモレキとした清掃で、この格好じゃないと島に入れてくれないというぐらいの場所なんですけども、男の人も女の人も24時間この格好でいなきゃいけない。で、そういったところまで出かけていって、1ヶ月2ヶ月ゾンデを上げたりとかっていうことをやってるのが僕の本業です。で、こういったですね、非常に全近代的なちょっと泥臭い観測現場ですけども、そういったところに出かけていってやっている中でですね、データ最新のデータ同化技術にですね手を出して、我ながら結構ギャップを感じながらやってるんですけども、そういった中で数あるいろんな手法ありますけども、アンサンブルカルマフィルターをどうして選んだかということをちょっと話したいと思います。で、アンサンブルカルマフィルターというのは、アンサンブル予報をやって、で予報スプレッドが出てくるのを、予報誤差としてうまく利用して観測値と予報値の、同化を行うというような手法だと思います。で、大きな特徴としてはですね、指標としてです、解析誤差の指標として解析値の周りに、スプレッドが出てきますので、これがある種の一つの情報として加わってくるというところが大きな特徴だと思います。で、いろんな側面があるかと思うんですけども、先ほど のレビューにもありましたけども、いろんな側面があると思うんですけど、観測研究者 にとって何が大事かっていうことをで、話していきたいと思います。で、観測研究者が欲しいものをいろいろ与えてくれるということで、この手法を、僕は使っではいるんですけども、この手法はですね、僕にとっては結構他の手法に比べてなかなか敷居が低く感じられたっていうのが最初の出発点です。で、僕らはですね、こういった全近代的な泥臭い現場でやってますから、当然ですね、せっかく観測をしても、当然インターネット回線なんてないような、電話すらないようなところ、無線でかろうじて通信できるかどうかというようなところで観測をやるわけです。そうすると気象庁の観測アーカイブに載せようと思ってもそれは無理だ。で、しかしですね、これはとても悔しい話で、もう何日もですね、こんな場所で魚と木の実とカップラーメンで頑張ったのにデータとかに生かされないっていうのはですね、本当に悔しい話なんで、じゃあどうするかという話になるんです。で、じゃあ自分でやればいいのかっていうと、これなかなか自分でやるにはデータ同化って観測研究者からすると非常に敷居が高い技術なわけで、そうそう踏み込めるもんじゃなかったわけなんですけども、そこへ来るとですね、アンサンブルカルマフィルターは榎本さんとか三好さんに、ちょっとそそのかされた感じもありますけども、比較的敷居は低いぞということなので、ちょっと手を出したということなんです。で、こういった自分たちで取ったデータを同化に、自分たちで同化できるという手段が、得られるようになったということが大きなポイントです。で、数年前まではもう僕も同化のど素人だったわけですけども、先日ですね、こういった感じで論文も京大ジャーナルの方にですね出せるぐらいにはなったということでですね、実際にその外のかされたんじゃなくて、それなりに敷居は低かったんだなと思っています。で、もし興味を持っていただいた方にはですね、クボタリージャーナル・オブ・ロイヤル・メトロジカル・ソサイティとかなんですけども、そこのアーリービューにも先日から掲載されておりますので、もしよろしかったらご覧いただきたいと思います。で、こちらの論文から今日はちょっと話を紹介させてもらいたいんですけども、この 論文でですね、使わせてもらった
データセットの本、まあ、一体そのどう感じ、ど素人がですね手を出せるほどのデータセット、どのものかというと、その名前をですね、アレラと言います。でこちらはですね、三好さんと榎本さんたちが作っている、地球シミュレーター用の大気大循環モデルに局所アンサンブル変換カルマンフィルターを適用して、実験的に行った再解析という名前の、まあ、略称ですね、アレラと言います。で解像度はごく、まあ、一般的な大気再解析の、まあ、80キロぐらいの光子ですけども、そんなもので、まあ、アンサンブル数がですね40メンバーということです。で、まあ、当然ですね、これもいろんな、メリットありますけども、まあ、やはり、観測研究者にとってのメリットというのを考えていきたいと思うんですが、まあ、一番大きな特徴はですね、解析後の指標としての解析アンサンブルスプレッド、これがもたらすご利益というのが3つほどあるということなんですね。で、まず1つ目はですね、我々が観測をやるときの追加する場所、それを考えるときに客観的な根拠を与えてくるということが1つ目です。で、2つ目はですね、観測の個々の観測をやったときにそれがどれほどの価値を持つものだったかっていう指標としてですね、かなり信頼できるものを得られるというのが2つ目です。そして3つ目はですね、そういった指標を使うと我々が観測をやった場合にそこだけじゃなくてどっか別な場所にも影響が広がっていくわけですが、それを客観的に、評価できる。これが3つ目です。で、これ3つがですね、もし、まあ、本当にちゃんとした形で得られるんであれば、まあ、もう観測研究者からしてみればもう夢のようなデータセットなわけですけども、まあ、実際どれぐらいなものか、まあ、もちろん完璧ではないですが、これ具体的に個々に見ていくとどういったことになるかということをお話ししたいと思います。でまず一つ目はですね、観測すべき場所はどこかということを考えます。で、もちろん解析アンサンブルスプレッドを手にしていなかった時から、一生懸命考えてきたわけです。どこで観測すべきかと。で、当然ですけども、一番大事なのは重要な現象が発生している場所だから観測したい、これ当然ですね、第一で、我々のグループでは西太平洋で台風で、インド洋に行ってマンデンジュリアン振動 MJO というですね、東に進む雲の集団、まあ、こういったものを主なターゲットとしています。で、これじゃあインド洋と西太平洋でやりたい一つの理由になります。で、二つ目はですね、原極観測があるかないかということが2つ目のポイントになります。で、西太平洋とインド洋というのはですね、原極観測が非常に不足している場所です。で、原極観測がしっかりあるんであればそれを使えばいい話なんで、我々がわざわざ観測を追加する必要はないんですけども、まあ、明らかに不足しているということで、まあ、これ2つ目のポイントになります。ただですね、我々客観解析という素晴らしいデータセットが世の中にいっぱいありますんで、まあ、それを使って熱帯の気候変動研究いっぱいやってますから、それはそれでいいわけで、わざわざそんな苦労して観測する必要があるのかということはですね、その狭間でこうなかなかモヤモヤしてるわけですね。いやいや、やっぱり観測した方が、いや、そこまで苦労しなくてもというところでモヤモヤしてたわけですが、まあ、そこに決定打を打ってくれたのがアレラによる観測解析アンサンブルスプレッドの分布だと。これを見るとですね、6月の850ヘクトパスカル東西風の解析アンサンブルスプレッドだと。でこれを見ると明らかにですね、まあ、もちろん定量的に見るにはいろんな問題あると思いますが、西太平洋とインド洋という場所は明らかに他の領域に比べて解析地の不確定性がでかいということが分かります。でこれを見てですね、まあ、もちろん僕らはいろいろなことを信じて観測やってきたんですけども、まあ、どれだけスッキリしたことかと。これがですね、まず一つ目のご利益ですね。でこれが見れたというだけで非常に大きかったということですね。我々が重要視している西太平洋という場所、インド洋という場所、ここではですね、重要な現象が発生しているにもかかわらずですね、現業の観測点がまるで不足している。したがいまして、客観解析の不確定性も非常に高い。だから観測すべきですね、そういうふうに、言えるということになります。で、我々実際にやっている観測プロジェクトとしてはですね、インド洋でミスモと
というのとですね、西太平洋ではパロという観測プロジェクトを過去にやってきております。で、まあ、そういったプロジェクトではですね、例えば海洋ブイを持ってる、それから気象レーダーを回してみたりと、もちろん高速気象観測を追加してみたりということもしますし、そういった際にはですね、観測船を持ってったり、あるいは航空機を飛ばしてみたりと、まあ、どれをとってもですね、まあ、一つやるにも非常に大変なあの観測ばっかりです、まあ、一つやるだけでも非常に大変なんですけども、まあ、それを全部やるっていうのが、まあ、観測プロジェクトですね。で、こういったものをやる上でですね、あのそのやる意義を裏付ける要素っていうのは多ければ多いほどいいですし、なおかつ客観的であればなおさらいいですよね。で、それを与えてくれたのが解析アンサンブルスプレッドということになります。で、これが一つ目のご利益だと。ではですね、二つ目のご利益として、じゃあですね、観測をじゃあ無事やりました、意義ある観測だと思ったのでやりました、やったその観測がどれだけ価値あるものかと、できればより大きな価値のあるものだと信じたいわけですけども、そうじゃないと続けていられない、なかなか大変です。で、まあその家族プロジェクトの価値なんていうのは古くからですね、あの指標でみんな測ってたじゃないかと。で、あの一番有名な全世界共通の指標はですね、いわゆるこれですね、ちょっとあれですけど、これでみんな測ってきたわけです。で、ただ僕は全くしっくりこない、まあ皆さんもそうかと思いますけども、まあ、この数見て多いと思う人もいれば少ないと思う人もいて、それは結局主観じゃないかということで、なおかつ問題なのは、まあ、もちろん大きはいいんでしょうけれども、多かったとしても具体的に将来の観測を考えるときに、この数から何か提案が出てくるかと言ったら、何もこれは教えてくれない。それが大きな問題です。だからこれちょっとやめときます。で、ちょっともうちょっと真面目に考えますと、まあ、データ同化のワークショップですので、同化ということを、まあ、ちょっと利用して考えようじゃないか。で、まあ、2000年過ぎぐらいからちょいちょい出てくるのがですね、このような指標です。で、観測の影響度をこんな風に定義しましょう。例えばですね、ターゲットする観測の同化なしありという解析値を2つ作ってやってですね、その差を取ればいいじゃないかということですね。で、これを観測の影響度という形でですね、定義できるんじゃないかという論文がいくつか出ています。で、例えばですね、ミスモの観測のなしの場合とありの場合で解析は2つ作れますから、その差を取ればいい。で、まあ、ちょっとパッと見さっぱり分かりませんので、ちゃんと差を取った図を作るとですね、おミスモの影響というのはこんな風な感じだと、色塗ってあるところはゼロではない値ですので、パッと見るとですね、縦一回同化しただけなのに、まあ広い領域に すごい広い領域に影響してて、おすごいいい観測なのかと、まあそう思うほど僕は無邪気じゃなくてですね、これは当然偽物が含まれてるからこうなるわけですね。で、偽物とは何かというと、モデルがスペクトルモデルなので、ある場所を1箇所にちょっとした差をやって、次のタイムステップになると全球にちっちゃい微小な差がピッといってしまいます。で、そんなわけで、まあ、偽物の差がこういっぱい広がっていくと。で、これどうするかというと、まあ、みんな敷地で切るわけです。で、過去の研究は、まあ、これはもうちっちゃいもんだから敷地で切りましょうっていうわけなんですけども、これ実はですね、あんまりその敷地の設定の根拠がない。で、なおかつ悪いことにですね、いずれ同化を続けていくと、このちっちゃかったはずの誤差が、熱帯のような誤差の大きいところでは、どんどん成長してしまうと。これ大変な問題でですね、成長してしまうと全然見分けつかなくなっちゃうんで、これ大変です。で、じゃあどうするかっていうと、まあ、そこでですね、解析アンサンブルスプレッドをうまく使えないかということを考えます。じゃあですね、敷地をうまく決めるための方法としてスプレッドを使えばいいんじゃないかと、まあ、簡単な T 検定の検定統計量です、誤差と、まあ、見なせるとするならばですね、まあ、自由度が決まりますし、その誤差に対して十分大きな差であればそれを取り出してシグナルとしましょう。
で、それ以外はもうノイズとすればいいんだけど。で、そういう有意見定ができる。そうするとですね、まあ、先ほどのようなそのこの図が出てきたのがですね、まあ、見事にこう綺麗になくなって、まあ、たったこれだけの範囲しか影響してませんという、まあ、当然の結果が出てくるわけです。まあ、僕らからするとですね、まあ、非常にこうがっくりくる非常に厳しい現実なんですけども、まあ、でもこれぐらいもともらしいものがちゃんと測れるような物差しじゃないと、これ何測ってるか分かんなくなっちゃいますんで、まあ、これの方がいいでしょうと。でもちろんですね、スプレッドそのものだってまたは差が取れますんで、それもなんとかうまく使えないでしょうかというわけです。で、これ例えば11月の1日の 850hPa の東西風のスプレッドの分布です。で、天下の客観解析といいましても、やはり白いところが誤差小ですね。で、青が濃くなると誤差大きくなるんですけども、やっぱりインド洋というところでは観測点が全然ないので、3メートル以上のですね、誤差がある。で、解析されている風速はですね、3メートル程度なんですね。で、3メートルの風速に対して誤差が3メートルっていうのは、まあ、無風か5メートル以上かさっぱり全然わかりませんと言ってるような話なんで、その客観解析というよりもこれほどの不確定性が出てしまうということです。で、我々ここでプロジェクトをやって、まあ、観測をやりますと、まあ、それで同化すればですね、まあ、見事にこうそれが減りますねというのが、まあ、あれだなら見えるじゃないですかというわけです。で、まあ、この場所が減ってるのはまあ当然ですけれども、まあ、その周りの場所も いくらかこう減ってくるわけです。で、極小化してますんで、この領域は当然減るんですけども、それ以外の場所が減るというのは何かこう力学現象で飛んでいかないと減らないはずなんですが、それがじゃあどういったもので減ってくるんでしょうかということが興味の対象になってきます。ということでですね、まあ、もう一つ物差しとして定義できるのが、まあ、こういった指標になりますね。で、どうかしてない場合とした場合のスプレッドの差を取ってですね、割合にしやれば解析精度向上率という形で、まあ、もう一つの物差しができる。で、こちらもですね、当然ですけども有意検定をやって、ノイジーのやつは全部落とすと。で、そういったものは全部落とした上で測るということができるようになります。で、これでですね、無事物差しを2つ手に入れました。次にですね、どういうことをやりたいかと。で、いよいよここからですね、まあ、観測研究者が知りたかったことを実際に測ると。ここまではデータ同化の、まあ、方法論を、まあ、どう応用したら、まあ、自分らのフィールドに活かせるかというような話だったんですけども、もうこの先がやりたかった。で、影響がどこまで届くかというのは、まあ、もちろん現象的な観点からも意味あると思うんですけども、力学現象がどういう振る舞いをするかを反映すると思いますので、その力学現象の理解そのものにもつながります。だからこういうことを知りたい。で、例えばですね、パラオプロジェクトというのをやります。で、ゾンデを追加します。で、その影響がどこにどうやって、どれぐらいの強さで影響するかということを考えるとですね、例えばこのカラーで示しているのが、ドロップゾンデのですね、このオレンジ色の丸の位置でですね、飛行機が投下すると。で、その気象ゾンデセンサーのデータの投下の影響ですね。で、風に対する、まあ、それ解析値に対しても風が弱まるような影響だったり強まる影響だったりするわけですけども、それがまあこういったところに出てきます。で、この影響はですね、もちろん先ほど言ったようにですね、もちろんノイジーなものとみなされるのは白抜きにして全てバッサリ切り落とすということをやった上でこういうふうに出てくる。で、出てくると、ここで取ったデータの影響というのはこの梅雨前線帯のこの日本付近のあたりにかなり集中して見られるというような結果が出てくるわけです。で、これはですね、データ動向あるなしっていうような話だけじゃなくて、まあ、過去の研究でもちろん西太平洋の対流活動と梅雨前線帯の対流活動が非常に相関があるとかですね、力学的に関連があるとかっていうような話いっぱいありますので、まあ、そういったもので非常に成功的に得られるじゃないですか。これは非常にそういった面でいい解釈を与え
新しい解釈を与えてくれる可能性がある。じゃあミスモではどうでしょうか。インド洋でやりました。まあこういった場所で先ほどやりました。でデータ同化した瞬間はちょっとしかなかったですよね。ですけども 1ヶ月間続けましたんで、その間に東西方向に広がっていくんじゃないかということが期待できるわけですけども、まあ、実際東西方向にオフメラ書いてやるとですね、まあ、こんな感じになりますという形です。で、例えばですね、まあ、1ヶ月間最初は、まあ、こういう局所的なところにしかないんですけども、だんだん広がっていって、でしかもなんか強弱がありまして、でこれ強弱何によるかと、でおそらくですけども、まあ何かの力学現象のこう変動に対応していると考えられるわけですけども、例えばですね、まあ、いろんな熱帯で変動がありますけど、例えばケルビン波の周期振幅で、変動しているものはどれでしょうか。まあそれの特徴を備えたものをフィルタリングして、取ってやるとですね、ポンタで書かれたようなところはそれらしき変動に見えますよと、まあそういうことぐらいが出せるわけですね。ただですね、じゃあこれケルビン波によるものかと。ただまあこれもモデルですから、モデルの中で勝手に起こってるものかもしれませんので、それはあんまり、まあ、それはそれで面白いんですけど、それだけだと観測研究者としてはあんまりそこに踏み込みたくない。で、実際にですね、雲のデータで同じような操作をかければどうなるかと。で俺 OLR 雲のデータですね、でそれ同じようなフィルターをかけてやるとですね、まあ、ほぼ同じようなタイミングで、ほぼ同じようなケルビン波が同じようなタイミングで出てくると。つまりですね、モデルの中で勝手に起こってるっていうものではなくてですね、現実の現象と非常によく対応してるということが分かると思います。で、まあ、それ現実の現象に対応して広がっていくということが見えるんで、じゃあですね、その広がっていった先、ただ広がっていくだけでも面白くないんで、広がっていった先で何を起こすかということを考えたり、で例えば東にこう広がっていくと、その東の先には太平洋があるわけですが、太平洋という場所ではまた別な現象が起こっているわけで、それで何らかこう関連があるかということが知りたくなるわけで、これたまたまなんですけど、ミスモの北にですね、フィリピンに大災害をもたらした台風21号という、まあ、非常に強い台風が発生してたんですけども、まあ、このケルビン波がですね、こう東に進んで、台風はこう西に進んでくると。でそれ違う時にですね、何らか力学的な関連がこう両者にあれば、台風にもこう影響が伝わる可能性もあるじゃないですかと思うわけです。で実際ですね、過去の論文でもケルビン波が台風に何らか影響してんじゃないかなっていうような、ちょっと示唆に近いですけども、非常に弱い示唆ですけども、そういったことを言ってる論文もありまして、ただそういったシグナルを取り出すのは非常に難しい、もうそういうことを解析する仕様がなかなか難しいんで、それは難しいということを言ってた論文が何本かあります。で、じゃあこれだったらはですね、例えばミスモの観測のデータの影響が台風に届いてるとすると、まあ、こことここの力学的つながりがなかったら、これ届くやりようがない話なので、届いてればこれ見れるかもしれないというようなことを考えます。でですね、台風がこう西に進んでいく、でケルビン波が東に進んでいきます。でそのすれ違う瞬間をちょっと見てみたいな。でその観測の影響度っていうのがどういう分布の動き方をするのかな。で、すれ違うちょっと手前から見てみたいと思うんですが、これはですね、台風の中心の位置をですね、座標の中心にしまして、コンターが地表の気圧ですね、地表面気圧です。で、まあ、もうすでに観測の影響度出ちゃってますけど、で、まあ、ケルビン波がこっちからやってくるわけです。近づいてくるわけですけど、まあ、すでに他の現象によって、もう影響が出ちゃってるのか、あるいはケルビン波によって届けられてるのかまだわからないですが、もしですね、ケルビン波が届けてるんだったら、一番これ再接近した時に一番強くなるはずじゃないですかというふうに考えます。で再接近したですね、これ今11月26日12日 UTC の瞬間値ですけど、これ18時間後の一番再接近した時に一番強くなるということが可視化できる。でしかもですね、台風の中心気圧を見てみると500ヘクトパスカル以上急激に落ちる、まあ、急激に強まるということが起こってるわけですが、まあ、そういったことが同時に起こるのが全て可視化できる。で、通り過ぎると、まあ、不思議なことにこう弱くなるわけですね、明らかに。
ということでですね、この11月27日 06UTC というこの瞬間は何だったかと、観測の影響度がケルビン波とすれ違うその瞬間に一番強くなって、なおかつ台風が急に発達すると、これは全て偶然起こるものだろうかと思うぐらい、まあ、ぴったし起こるわけですね。で、まあ、少なくとも言えるのはですね、ギズモで観測した情報というのが赤道ケルビン波というものを通じて台風に届けられた瞬間がこの瞬間ですねということは少なくとも言える。で、台風とケルビン波との力学的関連がどういうものかというようなところは視覚化できる可能性だってもちろん、これもっと今後やってみたいところですが、まあ、そういったことも見える可能性がある。で、もちろん東だけじゃなくて西にも進むじゃないですか、ロスビー波です。ロスビー波ですよね、まあ確かにロスビー波的な雲の変動と対応したところにこう出てくると、これも出ますとするとですね、ロスビー波で西に行く、ケルビン波で東に行く、そうすると解析精度がどういう場所で向上するかと考えたときに、まあ、有名なあの形になってほしいなと期待します。で、まあ、ミスモの観測を追加したことに1ヶ月間追加したことによって どの辺の解析精度は何パーセント良くなったかというのをですね、暖色系の色で地図に塗ってやるとですね、まあ、見事な松の切りパターンという形になります。で、まあ、これは松の切りパターンで、まあ、古典的な理論解ですけども、それと、まあ、絵に描いたようにこう綺麗に一致した形になります。で、この理論が教えていることはですね、まあ、西向きにロスビー波が、まあ、ある情報をですね、熱帯大気に与えてやって、その時に西向きにロスビー波が飛んでって、東向きにケルビン波が飛んでいくということによる影響の広がり方というのはこういう形になるはずですよというのが線形論で出てきますということなんですが、まあ、そうするとですね、まあ、その理論に従えばこの形が教えているのはどういうことかと、観測の情報っていうのを広げる手段っていうのは現実世界ではまあいっぱいあるわけで、遺留であってもいいわけですし、他の現象であってもいいわけですけども、まあ、いろんな候補の中からこの形であるということはケルビン波とロスビー波が一番主流であるということを教えてくれている。で、なおかつですね、たった1ヶ月の観測で、これ1万キロの彼方まで精度向上を届けるということが起こっていると、この図は言っているわけです。で、僕もですね、そんなに無邪気にこれは丸々信じ込むほどではないんですけども、いや、しかしそうは言ってもですね、観測研究者にとってこれほど勇気づけられる図が今まであったかって言ったらもう見たことないような図なわけです。で、こういったようにですね、個々の観測プロジェクトをやった時にそのやった海洋ですね、まあ、自分の体の達成感だけじゃなくて可視化できるっていうのが非常に大きなポイントじゃないかと。で、それはもう同じように出てくるわけじゃない、同時円で広がるわけじゃない、力学現象に対応して個々のプロジェクトごとに狙ったものごとにその力学的に整合的な解釈としての電波経路が出てくるということが、まあ、非常に大きなポイントかなと。で、そうするとですね、個々のプロジェクトの評価はもちろんできる、もちろんできるとすると、さらに面白いのは、まあ、我々のような組織ではですね、まあ、いくつかの観測プロジェクトをいろんな形でやってるわけですけど、個々のだけじゃなくて複数の観測プロジェクトのつながりも見えてくる。結局ミスモでインド洋やって、で、その先のパラオで、まあ、西太平洋でパラオをやって非常に良かったね、その組み合わせとしてコンビネーションとして非常にいいとこを選んでるねということがですね、見えてくる。で、その解説としてもですね、力学的な整合的な説明ということでですね、まあ、今まで示したような形の部分が、まあ、該当するわけですけども、そういったところも得られるということになります。で、まあ、こういうことが本当に得られるというのがですね、まあ、今少しずつ見え始めている段階なんですが、まあ、非常に大きな、まあ、我々にとってはご利益だと思っています。で、まず一つ目はですね
観測追加の客観的な根拠を与えてくれる。それから信頼できる価値の評価をする物差しを与えてくれる。なおかつそれで測ってると実際の現象の力学現象と成功した形でですね、影響の伝播経路が目に見えてくるということが可能になる。で、こういったことがですね、もう今まで観測研究者からもう長年ずっと欲しかったもの、全てそういうものです。で、それが今手に入りつつあるということで、この同化手法というのは非常に大きな意味があるなというふうに感じております。で、そういう意味ではですね、もう観測研究者って今までただのエンドユーザーだったわけですけど、エンドユーザーでももういられないと、そのままではもったいないというふうにですね、かなり多くの人が強く感じるぐらいのところまで来ているんじゃないかなと思っています。で、実際ですね、僕だってちょっと前まで同化のど素人だったわけですし、トリアといえばですね、生命力ぐらいのもんだったわけですけど、そんな僕にもですね、ちゃんとそれなりの論文が書けるようなインパクト実験も自分でできると、それぐらいの敷居の低さがちゃんとあるというところがですね、非常に大きな特徴だかなと思います。で、結局ですね、この僕らからするとですね、こういった泥臭い全近代的なですね、観測現場っていうのと、最先端のですね、非常に高度な技術っていうのの世界、二つの世界をですね、非常に容易に結びつけてくれるというのがですね、アンサンブルカルマンフィルター同化の僕にとっての効能かなと思うわけです。で、こういった効能が、あるとすると、それが可能にしてくれるのはですね、結局自分たちがやった観測プロジェクトの、自画像をですね、正確に描けるようになりますし、それがあってこそですね、将来もっと良くするにはどうしたらいいかということをちゃんと具体的に考えられるようになります。で、それだけのものを可能にするということであればですね、これからどんどん観測研究者といえどもですね、同化研究に取り組んでいって足を怖がらずに踏み込んでいけると。で、ゆくゆくはその同化研究そのものにもちゃんとフィードバックをかけれるようなことをやっていけるんじゃないかで思ってますんで、より広くですね、実践的な動画技術というのがですね、発展していくためにもですね、今日のようなワークショップの場でもですね、いろんなアドバイスをいただければなと思います。以上です。ありがとうございました。